トニー・スチュワート、トニー・スチュワート、1971年5月20日帯はアメリカ合衆国インディアナ州コロンバス出身のレーシングドライバー。2002年、2005年及び2011年のナスカースプリントカップシリーズのチャンピオン。その豪快なパフォーマンスから日本国内ではナスカー界の暴れん坊と紹介される。現地での愛称はラッシュビルロケット。 コロンブス彗星、スモークとも、地元のカートレースで頭角を早くから表し、ミゼットシリーズ等を経て1996年に、インディレーシングリーグに出走しながらナスカーの、ブッシュシリーズ、現、ネーション Y シリーズに参戦。その後は、R で、通算3勝を上げつつも、次第に、活動の軸を、ナスカーに移行する。最高峰シリーズにステップアップした。 初年度の1999年は、デビューイヤーにもかかわらず幾度もトップ争いを繰り広げ、デビューしてから25戦目の秋のリッチモンドデーが1987年に、成し遂げ以来のルーキーによる優勝を遂げる。その後のフェニックスでのレースも制し、史上2人目のルーキーシーズン2勝を達成した。これも、アリソン以来。スチュワートの活躍はこれだけにとどまらず、ホームステッドマイアミで行われた。 ペンゾイル400でチームメイトの従い1から2フィニッシュでシーズン3勝目を飾りルーキーのシーズン王の野勝る記録を塗り替えることとなったこのシーズンをランキング4位で終えたスチュワートは早くも将来のチャンピオン候補として注目されることとなる翌2000年はチームメイトのラボンテがチャンピオンを獲得しスチュワートはランキング6位に止まるもののそのラボンテがチャンピオンを決定した ペンゾイル400を2年連続で優勝すると、シーズン最多の6勝を挙げた。2001年は開幕戦のデートナ500で、ビッグワンに巻き込まれるというシーズンスタートとなったものの、第11戦リッチモンドでシーズン初優勝を挙げると、第16戦そのまでは、ロードコース初勝ちを達成し、その後、第24戦秋のブリストルでは、春の同レースにおける波紋を跳ね抜けての勝利を獲得し、 シーズン3勝目を挙げるなどの活躍を見せた。その結果、チャンピオン争いには加われなかったものの終盤の活躍により、ランキング2位を獲得した。なお、この年の5月27日、1999年に、ついで2度目の2挑戦、インディ500に出場し6位完走。同日に開催された、コカ・コーラ600も3位で完走したため、 史上初めて合計1100マイルのダブルを完走したドライバーとなった。翌2002年はチャンピオンシップ争いが非常に激しいものとなった。ルーキーのジミー・ジョンソンやライアン・ニューマンはデビュー戦からすぐさま競争力を発揮し、共に知事は選手権をリードする活躍を見せた。そんな中、スチュワートは開幕戦をエンジンブローでわずか三周で終えてしまい十三位に、 終わってしまう。その後スチュワートは第4戦アトランタで1勝目をマークし、その後得意とするリッチモンドでの第11戦で2勝目を挙げ、徐々にチャンピオン争いに加わるようになり、その後第22戦ワットキンズグレンでシーズン3勝目を獲得する。しかし前述のジョンソンやニューマン、ラウシュの若手、カート・ブッシュとマット・ケンゼス、さらにはジェフ・ゴードンや党のベテラン、 そしての存在により、ポイント争いで足踏みしてしまう。スチュワートが初めてランキングトップに立ったのは第30戦タラデガであり、その後不調に陥ったマーリンやジョンソンが脱落していったため、ゴードンもエンジンブローやクラッシュで脱落。最後の3レースはマーティンとの一騎打ちとなり、最終戦で18位フィニッシュを果たし38ポイント差でマーティンを抑えチャンピオンを獲得した。 開幕戦を再開で終えたドライバーがチャンピオンとなるのはナスカー史上初めてであった。2005年には年間5勝を挙げ、2度目の年間タイトルを獲得。翌2006年は惜しくもチェイス、プレイオフシリーズに残ることができず、初の年間2桁順位に終わる。2008年は第30戦タラデガでの1勝のみ、年間9位に止まる。この年限りで、 上ギ部スレーシングから離脱する。2009年に、ハース CNC レーシングの共同オーナーとなり、チーム名を、スチュワート・ハースレーシングと解消した。同時にマシンを壊すと、自分の懐に響くからというものもあり、今までのような暴れっぷりはなくなったが、上位で安定した結果を残し、テクニックは未だ健在であることを示す。2011年シーズンは、 上位入賞はあれど優勝できないレースが続くが、チェースで5勝を挙げ3度目のチャンピオンを獲得した。2013年は第13戦ドーバーで勝利。8月4日の第21戦ポコノを終えた時点で、ポイントスタンディング11位とチェース圏内にいたが、その翌日の8月5日、アイオワ州のサザンアイオワスピードウェイで開催されたにおいて、周回遅れの車両とクラッシュし、 右足の頸骨と皮骨を骨折する重傷を負った。この負傷により、第22戦、ワトキンスグレンを欠場、1999年のカップシリーズ初参戦から、続いていた連続出場は521戦で途切れた。結局、第23戦ブルックリン以降のすべてのレースも欠場することとなり、2013年の総合順位は、キャリアワーストの29位となった。 2014年8月9日、スチュワートはニューヨーク州ので開催されたスプリントカーレースの競技中におはねて死亡させる事故を起こした。この事故を受けてスチュワートはスプリントカップシリーズへの出場を第22戦から第24戦まで自粛した。スチュワートの代わりに第22戦、ワットキンス・グレンはが第23戦ブルックリンと第24戦ブリストルは ジェフ・バートンが参戦した。結局この年は一生もすることができず、チェイス入りを逃した。年間未勝利はカップシリーズ参戦16年目にして初めてのことであった。2015年9月、スチュワートは2016年シーズン限りで現役引退することを発表。カーナンバー14に2017年シーズンよりクリント・ボーヤーが乗車することとなった。 2016年1月31日、サンディエゴ郊外で、デューンバギーを運転中の事故で、腰椎骨折の重傷を負う。これにより、第1戦、デートナ500から第8戦ブリストルまで欠場となった。スチュワート欠場の代役として、と、が、交代で参戦した。第9戦リッチモンドから、カップ戦に復帰、第10戦タラデガでは、 タイディロンと交代での参戦ながら6位フィニッシュと好成績を上げる。第16戦そのまでは最終ラップでデニー・ハムリントンの激しいバトルを制し、2013年の第13戦、ヘデックス400、ドーバー以来の勝利を手にした。この勝利が決め手となり3年振りとなるチェイス進出を果たした。チェイス進出を果たしたものの、ダウンドオブ16では13位に終わり、 ダウンドオブ8に進出することができず、チャンピオンシップ敗退となった。現役最終シーズンのチャンピオンシップランキングは15位で終えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。